気づかなかった。待って中央セナのケツ。星なんだけど。集中戦やめろ。一番星お尻。会長のデカケツをがっちり掴んで自主規制。お前は一体どこの掲示板から来たんだよ。俺は最初から気づいてたぜ、一番星はここにあったんだって。これがこの学園の一番星ですか。さわ。生徒開発の合同練習で梅が言ってそう。着替えで後ろ姿も魅力的に見えるでしょとか自分で言うからそれで気づいた。これか。プッチ神父の額みたいなデザイン。呪い振りまくな。次の新月の時を待て。ケツ星学園とか言われててクソ笑ってる。クレヨンしんちゃんに出てきそうなワード。セナの星はこんなところにあったのか、ペシペシ。プリケツマステラ。だ。せ。赤と青で色つければアメコミヒロインっぽくなりそう。昔は保安官バッジだったのにな。会長。ちょっといい気か？ちょっと。それがなんか髪がムキムキの背中に見える。魔人ブーみたいにも見える。1位が来る？お尻プリプリプリマステラ。ペチペチバシバシしたい。集中線もついてるし、マシューマサルバロンの声で叫びそう。85族3人。その上を86族の手まりセナと、頂点に立つ93の姉。もしかしてお姉ちゃんって自主規制？B と H 両方95位はお姉ちゃんだけだからな。全身 H で声と性格まで H だぞ。普段何食ってたらこんな H 星人作り出せるんだ。寿司？でもマオパイウエスト53の最細だよ。単純な数値だけでは測れないってことか。3サイズ見るとマオパイの85スラッシュ53スラッシュ85で確かに王子様キャラ続けるの悩むなってなる。マリちゃんコラボグッズ系だと足隠してるのが多い気がするけど、もっとはみ出していいぞ。スミカは身長も高いからな。でもケツはまだ成長するぞ。もしかして育成イベントで衣装を買いに行った時にズボンを試着したけどお尻が入らなくて足がもつれて転んで弟くんに着替え途中を見られるお姉ちゃんがいるのでは？はみ出しお尻。H マイナス WRT×100 によって相対的なケツデカ指数を求めることができる。ニセ姉ちゃん 20.48、マコトヒロシちゃん 20.38、会長 17.65、テマリン 17.28、リリア 16.77、サキ 16.45、スミカ 16.07、梅 15.82、ヒロ 13.84、コトネ 12.82、チナ 11.49。なお H を D に変えると相対的危機デカ指数も計算可能となる。3年生強いな、ツバメも待ってるよ。生地が厚めの制服着てそうだし多少持っても。あれ？これ実はリリアが上も下もすごいものを持ってたりする。私の胸は大きい、でも、それは前提だから。尻で戦えない理由には、ならない、北方の師匠。手まりはケツ叩いたらめんどくさいことになりそう。